知の能力者は、ヒーロー戦隊の一員だという情報を入手したので、随時お知らせします。ネタ元は、新潮、文春、どちらかだと思ってください。P の記者としての私有秘義務もあるので、ここでは、週刊、文治用としておきましょう。では次回、お会いしましょう。